愛と笑顔で世界を変える男、感動の声か山中ずひろでーす。せーの、いいね、ラブリーって呼んでね、 I love me。 はい、始まりました。今日もはい、今日一日何してたかな。あ、僕始めたことがあったんです。発表させていただきます。ツイッターの方とかでも、フェイスブックでも、関連してなんですけども、ノートの方、ツイッターって文字制限があるから次のページに行かないといけないでしょ、付け足すみたいな。ノートでちょっとやってみようかなって。フェイスブックでもいいんだけど、ノートいいよって言われたので、ちょっと全然僕手つけてなかったんですけど、ほとんどやろうかなって。ツイッターで、あの短い文字制限の中で書いて、やっぱ詳しく説明したいところもやっぱあるので、ノート、とりあえずどんどん書いていこうかなって思ってます。うん、やっぱ子育て、自己啓発、生き方、職場での自分の在り方、そういうことをどん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 もっと発信していきたいですね。はい。本当に。でもこれもうまとめて言うと全部同じくっついてるんですよね。子育てと職場では教育。上司であれば自分を教育、下に部下にいろいろ頼んだりとか、教育して、教育業ということでやっぱ同じだと思いますし、うん。生き方。生き方もそうですね。なんか自己啓発とくっついてると思ってて、ていうか根本全部同じ、ここから始まるよっていうことがやっぱあります。自分を愛することから始める。自分超すげえよって、自分世界で一番輝いてるよって、うん、あ、世界で一番自分輝いてるよ、目の前の人も世界で一番輝いてるよの考えに基づいて、あの生きていくこと、うん、もう愛するはもう僕も一番わかりやすいのはもう無限にあるんですよ。好きが100個集まると愛とか暖かいとか地球とか森自然、それが愛なんだよとか、あとただ与えるだけ、ギブアンドギブが愛とか、うん、無限にあるんですけど、もうわかりやすいのは自分のことを愛するイコール自分のことを尊敬する、愛イコール尊敬、これはすげえわかりやすいから。尊敬の反対言葉が、なんだっけ、尊敬の反対は見下すとこかな、あれなんだっけ、忘れちゃったな、度忘れ、なんだっけなんだっけなんだっけ、思い出せるよ絶対。卑下するとこなんだよね。尊敬する、あ、出てこないのでいいです、すいません、調べときます、すぐに。あれ反対語なんだっけ、尊敬の反対は、あ、軽蔑。自分のこと尊敬してますか、うん、自分のこと軽蔑してますか、どっち。それでやっていこうよ、それでやっていこうよ、人生全然変わるよ。自分のこと尊敬するのか自分のこと軽蔑するのか自分で決めていこうよ。どっちでもいいんだよ、どっちでもいいんだよ、本当に自分で決めていこう、はい、終わります。イエーイ、せーの、いいね、 I love me、 イエーイ、さようなら、終わり、また見てくれてありがとう、また会いましょう。